こんにちは、朝倉ももです。もちょです。皆さんお元気ですか？私はとても元気です。まあ、もうすぐねライブもあるということで、そう、11月の14日と15日に本当に2年ぶりかな、久しぶりのソロライブを行います。来てくださる方いらっしゃいますかね？はい、ちょっとドキドキしてるんですけど、まあいつもとねちょっと違うライブになるんじゃないかなと思って、まあそのできることが限られていたりとかして、まあ、声とかが出せないんですよ。マスクしてるし声がなかなか出せない中、私の曲コールなしでね、一体感ってどうやって作ればいいのかなとかいろいろねたくさん考えたんですけど、みんなで踊れるような、踊ってその動きで一体感をがあるこう空間にするっていう方法が一番いいんじゃないかなと、いろいろ話し合って私もそう思ったので、なんかぜひね皆さんに踊ってほしい曲を、まあね、他の曲ももちろんいいんですけど2曲こちらから作りましたというか、踊ってほしいなと思う曲がありまして、なので今日はその振り付けをレクチャーしようと思って動画にしました。はい、でその1曲目なんですけれども、カラフルはちょっと前の曲なので、ですしライブなんかではみんなすごくねこう踊ってくれてるの方もいらっしゃるので、なんかこうなんだろうな、みんなで本当にみんなで踊ったら楽しそうだなっていう思いで改めてねこの動画にさせていただきました。しかもですね、いつも多分みんなペンライトを持ってる手でこう振り付けをコピーしてくれてたりしたんですけど、まあ、今回はそのルールで胸の高さまでしかそのペンライトとかを上げられないということで、まあ、それをね今回置いて、振り付けするときは置いた場合、その一緒に振り付けするときは頭の上まで迷惑にならない範囲であれば動かしていいので、やってほしいんですけど、そうなると今まで持ってた手がなんかどんな指の動きだったかなとか、多分ねこうふわっとしてる方も多いと思うので、ぜひこれを見て、練習して入れてきてくださったら嬉しいなと思います。では早速、始めていきたいと思います。じゃあカラフルはぜひサビを一緒に踊ってほしくて、サビはまず L を両手で作ってください。でこの L をまず斜めのラインにします。でその後顔の横でギュッと手を組んでください。そしたら体の前で2回叩いてホワン。このホワンはもう人生どうにでもなれみたいな気持ちです。まあ、ちょっとどういう意図でつけられたかわかんないですけど、私はいつもどうにでもなれみたいな気持ちでやってるので、ぜひ皆さんも、ね、開放的な気分でやってください。でこれを2回やります。でそしたら体の前に両手を出して、ここからがちょっとね難しいかな、くるっとしながら何か言ったのポーズです。前から一回くるっとやって何か言ったのポーズ、そしたら頭の上で2回回します。そしたらここから L、 また L をしながら下ろしていきます。はい、っていうのが2回やります。なので同じこと2回なので、1回そのつるっともうちょっと早く速度早めてやってみたいと思います。じゃあついてきてくださいね。いきます、せーの、斜めギュー、叩いてファー、叩いてファー、まっすぐ、何回して回して L、 もう1回、斜めギュー、叩いてファー、叩いてファー、まっすぐ、何回して回してふわーです。いけましたかね。まあでも割とね動きとしては単純なので、ここまでできたかな。じゃあ続いていきますね。続
きはそれ2回やった後は、ま、両手を前に押し出します。押し出した後はすぐ顔の横に L を作って持っていきます。で L を持ってったらキラキラ2回やったら回してキャッチです。わかりましたかね。ちょっとそこだけちょっと早めにいきますね。せーの、前に出して L、 キラキラ、わーキャッチ。はい、できましたか。これを組み合わせればカラフルのサビ完璧ですので、まあでもね、ちょっとね、口頭で言っただけじゃなかなかね入ってこないと思うので、今から音に乗せてやってみましょう。ちょっと早いので皆さんぜひ私を見てついてきてください。ミュージックスタート。いくよ、斜め、ぎゅー、ポンポンファー、ポンポンファー、前、何、回して回して L、 斜め、じゃあ何だろう、パンパンファー、パンパンファー、前、何、回して回して L、 出して L、 キラキラファー、キャッチ。はい、わかったかな。まあ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 、わかったよね。はい、ということでね、これをぜひぜひ練習してたくさんの方でいっぱいのみんなでこれを踊れたら楽しいかなと思うので、ぜひ練習してきてください。そしてまたね、もう一曲踊ってほしい曲があるので、そちらはまた明日動画で出したいと思いますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。バイバーイ。